毎年アマチュア球界注目の選手たちがプロの門を叩くプロ野球ドラフト会議。中でも毎年たった12人しかいないドラフト1位の選手たちは注目の的。その中でも球界の名手、巨人から1位で指名された選手たちは大きな注目と期待を背負います。今回は巨人の歴代ドラフト1位を2013年から2022年までの10年分まとめて紹介します。巨人が2013年のドラフト1位で指名したのは日本生命のキャッチャー小林誠司選手でした。不動の正捕手だった阿部慎之助選手がベテランの域に入る中で次の正捕手として大いに期待されての入団となった小林選手。1年目は開幕戦で途中出場しプロ初出場を果たすなど63試合に出場。プロ3年目の2016年には129試合に出場し巨人の正捕手としての階段を上っていくかに見えた小林選手でしたが、大きな課題となったのがバッティング。強打者たちが揃う巨人の中で小林選手の打率は2割台にようやく乗る程度。守備力が重視されるポジションとはいえ巨人の中では物足りない成績。2019年以降は若手の台頭もあって出場試合数が減少。2023年はわずか21試合の出場にとどまりました。巨人の中ではすっかり存在感の薄くなった印象の小林選手。毎年ファンの間ではそろそろトレードで放出されるのではという噂が絶えませんが、2024年シーズンはそうした声を払拭するような活躍を見せ正捕手の座を奪還してほしいところです。智弁学園のスラッガー岡本和真選手は2014年にドラフト1位で巨人から指名を受けました。全方向にホームランを打つことができるバッティングセンスに加え50メートル6秒1、遠投100メートルという才能の持ち主である岡本選手。プロ入りから3年間は2軍でじっくり育てられ、2018年は開幕からスタメン出場。打率3割9厘、33本塁打、100打点とブレイクを果たしました。さらに2020年には120試合の短縮シーズンとなりましたが、31本塁打、97打点で2冠を獲得。2021年も39本塁打、113打点で2年連続の2冠を獲得しました。2023年は第5回 WBC に出場し世界一奪還にも貢献しました。シーズンに入ってからも活躍を続け41本塁打を放った岡本選手は自身3度目となる本塁打王のタイトルを獲得。これからも日本を代表するスラッガーとして活躍を続けてくれそうです。立命館大学時代は通算で56試合に登板し28勝8敗、防御率は 1.10 という素晴らしい成績を残していた櫻井俊樹投手。1年目の3月30日に1軍初登板を果たしますが肘の違和感によって降板。その後は2軍と3軍で調整の日々を送ります。2年目以降も層の厚い巨人の中でなかなか1軍に定着することができず、2019年に29試合に登板して8勝を挙げたのがピークでした。抜群のスタミナを誇る櫻井投手でしたが、プロでは中継ぎでの起用が大半。結局持ち味を発揮できないまま2022年に引退、スカウトに転身しました。そんな櫻井氏でしたが、夏頃に選手としての思いが再燃。スカウト業の合間を縫ってトレーニングを再開し現役復帰を目指して努力を続けました。そして2023年12月20日社会人野球のミキハウスで現役復帰することが決定したのでした。2024年櫻井投手がどんなピッチングを見せてくれるのか注目です。田中正義投手、佐々木千早投手の抽選に敗れた2016年の巨人。3度目の入札で指名したのが吉川尚輝選手でした。中京学院大学時代は学業と練習に加えてスーパーとカー用品店でのアルバイトを掛け持ちしていたという苦労人である吉川選手。プロ2年目の2018年に92試合に出場しブレイク。
2020年には1番セカンドとしてレギュラーをつかみ取り、112試合に出場。1年を通して初めて1軍に帯同しました。以降はセカンドのレギュラーとして安定した活躍を続けている吉川選手、2023年シーズンからは副主将に就任し、132試合に出場。打率2割5分6厘、7本塁打、36打点の結果を残しました。個人タイトルの獲得こそありませんが、巨人の中でしっかりとレギュラーの座を確保し続けている吉川選手、2024年は阿部慎之助新監督の下でさらなる活躍に期待です。中央大学では東都のドクター K と呼ばれる奪三振能力の高さで注目を浴びた桑原拓也投手、ドラフト1位で指名され、巨人と仮契約を結んだ直後には、女で一つで自分を育ててくれた母親への恩返しとしてマンションの一室を買ってあげたいと発言し、多くの共感を呼びました。そんな桑原投手でしたが、1年目は右肘のコンディション不良でわずか6試合の登板に終わります。翌年は15試合に登板しましたが、全て中継ぎでの登板と、なかなか先発ローテーションに割って入ることはできません。ブレイクを見せたのは2022年、紅白戦や2軍戦で7試合連続無失点と結果を残すと、中継ぎとして登板を重ね、自己最多となる49試合に登板、3勝2敗13ホールドと結果を残しました。しかし2023年は再び1軍での登板が5試合にとどまると、オフに戦力外通告を受けてしまいました。そんな桑原投手に救いの手を差し伸べたのはソフトバンクでした。11月28日に育成契約を結び、新天地でのシーズンに臨みます。まずは支配下登録を目指していくこととなります。八戸学院大学時代から150キロを超えるストレートで注目を集めていた左腕高橋優希投手、ルーキーイヤーは開幕6戦目の阪神戦でプロ初登板、初先発、6回1失点の好投で初勝利を手にする順調なスタートを切りました。夏場を前に少し調子を落としたものの、後半戦で先発ローテーションに復帰した高橋投手、18試合に先発して5勝7敗、防御率 3.19 とまずまずの成績を残しました。しかし翌2020年は3月に左肘の痛みで離脱、秋になって復帰したもののわずか1勝に終わってしまいます。挽回を期して臨んだ2021年は開幕ローテーションをつかみ取り、3月4月は5試合に登板し、負けなしの5連勝、防御率も 1.80 と抜群の成績を残して月間 MVP も獲得しました。結局この年はリーグ最多となる26試合に先発登板して、自身初の2桁勝利となる11勝をマークしました。しかしその翌年には秋に左肘のクリーニング手術を受けることとなり、育成契約に変更、2023年は支配下に復帰したもののわずか6試合の登板にとどまってしまいました。毎年ジェットコースターのように良い年と悪い年を繰り返してしまっているような高橋投手、それに合わせるように背番号もコロコロと変わり、来シーズンがプロ6年目ですが、背負った背番号の数も6となっています。来シーズンは57を背負う高橋投手、そろそろ安定した活躍を披露していきたいところです。奥川泰信投手、宮川哲投手を抽選で外した巨人の2019年、1位で指名したのは青森山田高校の右腕堀田健信投手でした。高校時代からその才能を高く評価されていた堀田投手でしたが、ルーキーイヤーからアクシデントに見舞われます。1月の新人合同自主トレで右肘に違和感を覚えた堀田投手は、病院での診断の結果、右肘の軽度の炎症と診断されます。春季キャンプも別メニュー調整を続けましたが、状態は上がらず、結局4月にトミー・ジョン手術を受けることとなってしまいました。入団1年目でいきなりのリハビリ生活となった堀田投手は、オフには自由契約となり、育成選手として再契約を結びます。ドラフト1位から一転崖っぷちの立場に置かれることとなった堀田投手、
2年目となった2021年は支配下登録に復帰することはできませんでしたが、ストレートが自己最速となる152キロを記録するなど収穫も得て3年目へと向かいます。迎えた2022年は春季キャンプを一軍でスタートすると、紅白戦などで好投し支配下登録へ復帰。開幕6戦目となる3月31日のヤクルト戦でついにプロ初登板、初先発、6回無失点の好投を披露しプロ初勝利を挙げました。結局この年8試合に登板して2勝を挙げた堀田投手、2023年は3試合の登板にとどまりましたが、自ら志願して参加したアジアウインターリーグでは自己最速となる157キロをマークするなど着実に力をつけています。2024年以降の覚醒に期待したいところです。亜細亜大学からドラフト1位で巨人に指名された平内龍太投手、1年目は4月13日に1軍に登録され、20日の阪神戦にリリーフ登板しプロ初登板を果たしました。この年は3試合の登板にとどまりましたが、その翌年の2022年は中継ぎとして53試合に登板、4勝4敗13ホールド、防御率 4.32 で巨人のブルペンを支えました。しかしオフに右肘のクリーニング手術を受けることとなった平内投手は、活躍を見せたシーズンのオフにまさかの育成契約になってしまったのでした。2023年は支配下に復帰し、先発1試合を含む11試合に登板した平内投手、まだ25歳と若いだけにここからの巻き返しに注目です。関西国際大学からドラフト1位で入団した大勢投手は、1年目から即戦力の期待に応えます。当初は先発として起用されることも考えられていた大勢投手でしたが、桑田投手チーフコーチがフォーム的に先発向きではないと判断したことや、本人が抑えを志望していたことから開幕を抑えとして迎えます。迎えた開幕戦、いきなりセーブシチュエーションでプロ初登板を迎えた大勢投手は、2アウト満塁の大ピンチを招いたものの無失点に抑え、開幕戦でセーブを記録。そしてここから勢いに乗ります。6月4日のロッテ戦では12球団最速となる20セーブをマークするなど、完全に巨人の球界に定着した大勢投手は57試合に登板して1勝3敗37セーブ8ホールド、防御率 2.05 という素晴らしい成績でルーキーイヤーを終え、セリーグの新人王を獲得しました。第5回 WBC にも選出され、4試合に登板して日本の世界一奪還にも貢献した大勢投手、2年目は激闘の影響もあって調子を落とし27試合の登板にとどまってしまいましたが、2024年は必ずや巻き返してくれることでしょう。171センチと小柄ながら50メートル5秒9、遠投110メートルと高い身体能力を有し、高校通算本塁打数はなんと68という浅野翔吾選手。巨人と阪神から1位指名を受けましたが、抽選の結果巨人に入団することとなりました。巨人が高校生外野手をドラフト1位で指名したのはなんとこれが初。大きな期待をかけられてのプロ生活となった浅野選手でしたが、春のキャンプからじっくりと土台作りを行います。出番が回ってきたのは夏。7月8日の中日戦で代打として1軍初出場を果たすと、そこからおよそ1ヶ月後の8月11日ベイスターズ戦でプロ初スタメンを果たし、第2打席でプロ初ヒットを記録しました。8月18日の広島戦ではプロ初ホームランも放ち、巨人の高卒ルーキーとしては2015年の岡本和真選手以来8年ぶり、史上7人目の快挙も成し遂げた浅野選手。シーズン終了後にヘルニアを再発させてしまったことは気がかりですが、これから巨人の中軸を担っていく存在となることが期待されています。いかがでしたでしょうか。ドラフト1位とあってしっかり結果を残している選手もいる一方、プロの世界では苦しんだ選手もいましたね。2023年のドラフト1位である西舘勇陽投手の活躍にも注目しましょう。
今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。